鎌倉学園中学校、高等学校は、神奈川県鎌倉市山の内に所在し、中高一貫教育を提供する、私立男子中学校、高等学校。1921年、臨在州県庁自派寺院の支援を受け、旧制、鎌倉中学校として創立。創立者は、県庁自派館長菅原次保。戦後の学生改革により新生中学校。 高等学校となり、現在の生徒数は約1450名、教職員数約120名。高等学校での生徒募集も行っているが、鎌倉学園中学校から内部進学してきた生徒と、高等学校から入学した生徒が3年間別クラスを編成する併設型中高一貫校となっている。校舎は、 鎌倉五山第一位である県庁寺の境内に隣接し、古都鎌倉の緑の山々に囲まれた豊かな自然環境の中に立地している。学校の略称は KG や鎌学学生改革以降1975年に学校名を変更するまで高等学校の名称は鎌倉学園鎌倉高等学校であった。神奈川県立鎌倉高等学校を 剣釜と呼ぶことがあるのは、両校を区別する必要があった、当時の名残でもある。1961年から1967年にかけて建設された旧校舎を、開学100周年記念事業として2017年に全面リニューアル完了。計画当初は建て替えによる新築を目指していたが、校舎の敷地が史跡指定区にあり、 埋蔵文化財が出土した場合は計画中止となる可能性があることと、景観地区に対する鎌倉市条例の法規制のため、建て替え前と同形状同等規模の再建ができないことが判明したことから、既存校舎のリフォームに方針変更となった。施行者は鹿島建設。校舎リニューアルに伴い ICT を活用した教育を導入開始。全教室に、 無線 LAN と電子黒板機能を備えた大型ディスプレイ2台を設置し、教育用タブレット端末を授業で活用するなど、新しい学習環境に向けた整備が進められている。政治、行政学術、研究経営マスメディア文化、芸術芸能スポーツその他。ありがとうございます。